配信なくて確か。だからこういう時こそ挑戦と思って挑戦した。わかりやすかった。おーよかった。見合った。似合ってる、ね、そう結構ね髪が短いからめっちゃちっちゃくなって団子が。だからそう途中でちょっとやっぱりやめようかなって思ったけど、メイクさんがそうありだと思うよって言ってくれたんで、じゃあお願いしますって言って、うん、わあ本物のお団子ぐらい。確かに結構。じゃあよかったのかな。イエーイ。目の下もいつもピンクにしてるけど今日は白にした。見える？ピンクっぽいか。ちょっと白にして、白系にしてちょっとピンクのラメをのせた。ほっぺ、チークはねえいつもより広めにね塗った。昨日ねなんかここら辺にピンクのチークあるの可愛いなって思って今日やってみた。そうこれもね、もしかして結構好評？もしかして、なんかあんまりこういうなんかなんだろうまとめ髪っていうかしないもんね。え、好評。すごくいい。TVer 見た。いい意味でびっくりした。あ、モビリーさんモビリーさんありがとう。かわいい髪型でしたか、モビリーさん。いつ以来かの。確かにまとめ髪っていうかあんまりツインダンゴとかも全然したことないもん。なんか確かピューロランドのライブの時にして、でなんかあーどうやろうあんまり似合わんかなって思ってそれからやってない気がする。
そうそう、まとめ髪にしては難しそう。あ、ツアーの時はまとめ髪した。こうしたらさ、こっちしか見えないんだよね。ちゃんと見えてる。できですか。じゃあまたしようかな。すべての髪型の良さを 100% 以上似合うようにできるのがサヤンの能力。ありがとうございます。そんなに、そんな風に言ってくれて。似合う。一口サイズが可愛い。能力者。引き。ああ、本当。さらに小顔。小顔効果あり。引きもいい、引きのがいい。アップがいい。アップがいい。あー、首が、確かに首が見えて、私首が見えた方がいいのかな。意外とさ、そう、なんかね、ポニーテールとかした方が小顔効果あるときね、あるんですよね。全身は無理だな。ちょっとずうん、耳出し最高。そういうこと。手は伸びんね。後ろ？わかんない。どうなっちゃう？どうなっ？あ、首出したら美人に見える。おお。そうね、首が回らんね。経験はありません。ここまで。かわいすぎた。でも確かにな、珍しい、なんか珍しい感じ。首どうかされてんですか。いや違う、ちゃんとこの髪型を見せようと思って、今首を回してみたんです。おもろい。なんかさ、このなんだろう、スウェットにこれってのもいいかもね。スウェットにまとめ髪っていうか、
うん、そういうニュアンスみたいな。ありがとう。年賀状、あ、年賀、そうなんです、ありがとうございます。そう、あの、なんだっけ、ファンクラブに加入してくださってる方、新年のご挨拶を送りました。あれは私が描きました、イラスト。シールもね買いに行った。テンション上がった、よかった。なんと高尾さやかが描きましたよ。どうした？くるちゃんがいる。くるちゃんがいました。くるくんには書いてないよ。届いた？届いてないです、届いてないです。入会してない、入会してません。せんよ。あ、メール。さっきメールをね、すごい褒めてくれた。ね。面白いです。面白いらしい。しましま。しましま、なん？なんかつるくさんが、あー、そういうことね、びっくりした。なるほど、なるほど。くるくる DG なのかって。いや、楽しいですね。楽しい？え、そうなの？実は、実は、はい、隠してた。隠してた、恥ずかしくて、恥ずかしくて、あー、そっか、実は単押しだったんだね。確かにいろんな方に大好きって言ってるような気がするけど、いや、言ってない、言ってない、言ってなかった、言ってないですね。あ、そっか、うん、はははは、はい、うん、間違いかな、間違い、間違いの気がする。あ、間違いか。そっか、間違いだったんだね。じゃあ言っとくね、みんなに。間違いらしいですって。お願いします、お願いします。マジいいの、いいの。いいの。悪くはない、悪くはない。マジか、やばい。もう私よりも全然一概を待てでした。びっくりした。いいんだ、新しいスタイルや。胸張って生きて、あ、そっか、そうなんだね、胸張って生きてた。わかった、じゃあこれからそう思うね。くるくる、くる、くるくるは私のことがだけが好きなんだ。はい、そこと。
はい、あ、そうなんですか。あ、そうです。そっか。え、でもね、え、でもなんかずっと褒めてくれるんよ、何もかも。そうですよ、もう、うん、存在を褒めます私は。存在を褒める。そうなんや。イエーイ。充電器借りていいですか？え、全然いいよ。すいません。借りて。借りて。今日ね、そう、くるくるが、はい、サイヤンさんの相棒にはなれません、 なれないかもしれませんが近くにいません。相棒、うん、まあ、相棒って、うん、もうすごくいろんなものを超えた先のものだと思ってるので、少しでも隣に入れたら、うん、いいな。ありがとう。そうなん。最近、あ、メール見た？って言ったら、はい、見ました。今日嬉しかったです。嘘。あの、部屋に呼んでくれ。そう。来るって。うん。来る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 。そう。来る来るって。そうなん。そうそうそう。くるくるふっかる？はい。あ、そうなの？結構ですよ。ふっかるなんだ。どこへだって行きます。どこへだって行きます。前日の夜に誘っても行ける？はい、さやさんのためなら。なんか私、ね、やばい人になってますか。大丈夫ですか？さやさんのためなら。くるぐる早く昇格して、昇格して連絡先交換できるようになって。そうなんですよ、気まずいですもんね、だってね、あのね、通じて、通じるの。そうなんよ、通じて。頑張ります。頑張れ。あれよね、チャンネル登録しな。はい、お願いします。あと4000人くらいですね。うん、4000どう、うん、はい、そうです、うん、ね、近づいてるね。近づいてるよ。近づいています、うん、
確かに。今何時だろう。27分です。ありがとう。あ、すいません。ありがとう。眼力強めなパフォーマンス。眼力え、まだ緊張する？はい。え？多分しなくならないですよ、一生。そうなの？いや、そうですよ。え？だって先輩ですし、憧れの。統治法統治法使って憧れの。おもろい。そうなの？そうなんだね。確かに。今サーヤンさんって呼んでる？サーヤンさんって呼んでる。ヤンさん。ヤンさん。うーん。たまになんか。うん。さやかさんって。使いますよね。なんかえ？ノリみたいな。ノリで？ノリみたいな時使いますよ。でもうん使えないです。使えない？はい。なんで？緊張で。緊張する。緊張とかあるの？いやもう言い慣れたサーヤンさんで、うん、もう通す。あ、そうなんだ。私はさやかさんって呼んでほしい。じゃあうん読みます今日から。今日から？はい、オッケー。さやかさん気まずくないですか？うんやったー。来るですか？え、それまだね、はい、そうなん、まだ探っとるんよ一番いい呼び方を。何でも嬉しいですね。ほんと？今日あずみんがさ、はい、あ、私じゃないか。みんなに、はいはい、みんな、はいはい、今日あずみんがリネのことをリネタンさんって呼んでた。リネタンさんって呼んで、リネタンさんがめっちゃびっくりしとった。え？なんかおもろかった。炭酸はおもろい。
ああ、ももちゃんさん、あ、そうなんだ。じゃあみんなあのあれなんだね、ニックネームにさん付けするんだね。おきさんとか、おきちゃんさんってこと？ちほちゃんさん、パセリさん、パセリさん、パセリさん、ちょっとおもろい。なんて呼んでる？パセリさん、パセリさん。今日さ、なんかスタッフさんが、おさきさんいますかってメンバーに聞いてて、でメンバーがパセリーって言って絶対びっくりしたやろうなと思った。おさきさんからパセリど、なんでってなるよね。え？って絶対思ったやろうな。ね、どういう名前みたいな。ニックネームなんだけど。いや、そうなんや。え？って思ったと思う。なんで？ってなったと思う。本名なんだろうと思うよね。パセリ、まあ、セリか。サーヤンさんって言われてるわ。最近私パセリとかソラハさんにヤンゴロって言われてる。いろんな呼び方が、ヤンゴロって言うんで、で今日パンちゃんにパンゴロって言ったよ。え、もうさ、私がヤンゴロは分かるよ、サヤゴロの多分つながっとるんやろうなと思ったけど、パンゴロはもうさ、だってそれはちょっと違くない？ちょっとどっから来たと思ったけど、いや、そうない。パンゴロ、ちょっと今日びっくりした。そうなの。誰？誰やろか。可愛いけどね、名前。どう派生していったかわからんくね。多分私、サヤゴロ、ヤンゴロ、パンゴロ。ちょっと変わった派生の仕方。そう、私からつながっとる。でも、そう、今日くるくる、でもそう、くるちゃん、くるさん、あ、くるさん、あ、くるさんは私の髪型で好きなのはあ、みたらし、うん、はい、って言ってくれました。
分かってるねってあみたらしね、なんかこっからなんか編み込んでっていうか編み込みながら三つ編みしてシュッてするやつ。そうなんだってなって、でも貴重な意見っていうか自分をよく見てくれてるこの好きなって貴重な意見。何でも、うん、何でも似合ってるね。何でも似合ってるリアルガチで、リアルガチ、リアルガチで、はい、うん、冗談じゃなく、うん、何でもやってますよ。本当、はい、その中でも、その中でも、はい、編みたいし、はい、わかりました。勉強になりました。そうなんだね、編みたらしい。 そんなにしないから私。うん、そうね、これから増えるかもしれない。そう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 、時々あこれなんかそういえば編みたらししようみたいな感じ。おしゃれなやつ。髪切ったのとさ、髪切る前どっちが好き？一分何ですか？一分？悩む。一分悩む。私結構優柔不断。あ、そうなの。じゃあ直感で。直感で。うん。私は、うん、長い方が好き。ああ、そうなんだ。でもどっちも好きで。でもいやそうなんだね。なんか、うん、アレンジ。ああ。が見れるのが好きで。確かに。結構アレンジしがちだからな。うん。いろんなのが見れる。どっちもいいですよ。本当？はい。あ、あとは、うん、ハーフアップ、うんうんうん、が好きだから。ハーフアップ？はい。あ、じゃあ、え、何でしたっけ？あ、ハーフツイン。ハーフツイン。うんうん、ハーフツインが好きだから。うん。まあでもボブでも可愛いか。うん。うん。そうなんだね。じゃあ伸ばすか。ん？私のこの日のことで、うん、嬉しい？決まっちゃう。申し訳ないですよ。伸ばしますね。これから何かあったら
クルグーに聞こうかもう全然うん、娘家弱いの弱 い, いや自分じゃ分からんこともあるけんね。まだ、あ、そうですよね。うんうん。でも短いのだったら、うん、なんか犬みたいな、うん、巻いてるのが好きです。おお、タイプみたいな。嬉しい。ちゃんと全部覚えてて答えてくれるって。うん、嬉しい。じゃあそろそろ終わろうかな。ね、嬉しい。引き？よかわいすぎだろセンサー発動しました。すごい、なんか光がいいかもこの部屋ね。変わるかな。髪伸びた。伸びましたね。もし、うん、スタッフさんに、うんうん、サーヤンさん、あの、うん、長い時代のサーヤンさんぐらいまで伸ばしてって言われてるんです。どうやって言われてるか分からん。サーヤンさんくらいまで伸ばしてって言われて。どういう、どういう、わかんない。え、どういう、しかもどういう、なんか目安みたいな。あ、目安で、目安でサーヤンさんどういう目安よ長い時代か、はい、結構長かったよ長い時代の時。でも、うん、あ、多分切る前、あ、切る前のね、の、あ、あ、あのぐらいね、はい、分かりやすいから言ったのかな、くるくるにどういう、でも多分なんか身長が低いから、うんうん、なんか低い本当だし、低い話
バランス的にこのぐらいみたいな。うん、すごいね、びっくり。あ、買った買った。ももびりさん、こやまっちさん、やしざんびさん、ふじぽんさん、ななうさん、D さん、こっぺさん、みつるんさん、神戸のひっきーさん、せいやんさん、いぬちゃん、あおちゃん、まいせんたん、おーさむさん、台湾のこうさん、たんたんさん、ソウルメイトさん、まささん、とっとり太郎さん、ミッドナイトシュガーさん、メガバイトちゃん、ロックオンさん、キムコさん、ジンタさん、ホタテ様、サトケンさん、ハヤリンゴさん、ネコのおかずさん、マナベーさん、ヒーアキラさん、イナッチさん、ケリーさん、リョウさん、ラクラクさん、ありがとうございます。イエーイ、おやすみなさい、ありがとうございました。よいしょ、バイバイ。バイバーイ。